デオルク・ハームス・リュストリンゲンは、ドイツの画家。現在のニーダーザク編集のヘッペンス、当時、リュストリンゲンと呼ばれていた地域で生まれた。画家の見習いとなり、絵画を、オルデンブルク大公、フリードリヒ・アウグストに賞賛された。その時、リュストリンゲンのハームスと呼ばれたことから、ハームス・リュストリンゲンを自称するようになった。オルデンブルクの商人たちや、広告から支援を受けて、 ブクステ風での美術学校で学び、その後、ワイマールの美術院、ミュンヘン美術院で学んだ。学んだ教師たちには、マックステディ、フリッツ・マッケンゼンらがいた。修行を終えて、故郷に戻り、アトリエを作り、ブレーメンやウォルデンブルクの展覧会に出展した。画家として成功し、ニーダーザク先週のビルヘルムスハーフェンに、カイザーフリードリヒ私立美術館の設立者の一人となるが、 第二次世界大戦時の激しい爆撃で美術館に収められていたハームスの作品も失われた。ありがとうございます。